すごい広いです。もう一面にずらーっと化粧品が並んでいます。いやもうとにかく広いですね。売り場面積は140坪、全国34店舗の中で最も広いというアットコスメストア札幌ステラプレイス店。低価格のプチプラコスメにデパートで販売されている高級コスメ、メイク用品だけでなく化粧水やシャンプーなどの日用品までおよそ450ブランド6500点が並びます。これだけ商品が多いと迷っちゃうという人におすすめなのがベストコスメランキングコーナー。アットコスメの口コミのユーザー様の口コミでの人気アイテムの取り集めになります。もうまず試してみたいと、まず手に取っていただきたい目星となるような展開になっております。他にも店内には売れ筋の商品が一目でわかる売上ランキングコーナーもあります。そしてアットコスメの最大の特徴はほぼすべての商品をお試しで体験できること。井口記者が目をつけたのはこちら、このお店の中で一番高いおよそ7万円する高級クリームもなんとテスターできるということです。わあ、ちょっと緊張しますね。もう手に置いた感じから違う高級感がすごい。わあ、すっごい滑らかです。わあ、しかもすごいいい香りする。さまざまなコスメを体験した後は、広々としたウォータースペースで洗い流すこともできます。こちらの中でも1万1000円のコスメデコルテ A 級のクレンジングがお試しができますので、ぜひ試してみられてください。1万円。こちらは今需要が高まっているというミニコスメのコーナー。テスターだけだと心配だという人や、旅行や災害時に持ち歩けるよう小さいサイズのコスメが揃っています。また、人気の韓国アイドルがモデルとなったコスメや、今流行りの中国ブランドのコスメも。これまで道内にあったアットコスメストアは、清田区と函館市の郊外の2店舗のみ。札幌中心部への出店は今回が初めてです。札幌駅で待ち合わせの時間とかある方もたくさんおられると思いますので、その方たちにアットコスメで時間を潰していただくみたいな形で皆さんに楽しんでいただけたらなと思っています。さまざまな商品が取り揃えられているアットコスメストア。テスターにすっかり夢中な井口記者も、すごいもうたくさん試せて本当に天国のような場所ですね。こんなに試しました